どうもー、快晴。快晴ですね。いや、6月になりましたよ。ぼやきですね。ぼやき2です。6月といえば、6月といえば何ですか。6月といえば、そうなんです、ナイスです。ドリームアカデミーはついにね、今日の18時ですか、今日の18時から受付開始でございます。いや、早いですね。まあ、2022年ももう半分が終わりましたけど、今年どうですか、いかがですか、変わりましたか。ナイスです、はい。あ、そうそう、髪の毛切りましたね。髪の毛、僕の髪の毛もどんどんなくなってきますよ。いや、ほんとね、マジでね、髪の毛なくない、ないんですよ。あのね、あの、悲惨ですよ。まあ今ね、まあちょっと動画映りはあれかもしれないですけど、あの、髪の毛でこう切ってきてシャンプーするじゃないですか。で、その後なんかその鏡に映されるじゃないですか。もうずっとあの鏡にね、これ多分すげえ共感ある人いると思うんですけど、鏡をずっと自分の鏡を見ないといけないっていうね。もう目の行き場所が、まあ、女性の方はね、まあ、毎日鏡見てこうやったりではするけども、男が自分の顔をね、ずっと鏡越しで、しかもね、僕もう髪の毛洗うともうぺちゃんこなんですよ。めちゃくちゃぺちゃんこになるし、もう薄いんですよ。でも悲惨な映像なんですよね。悲惨な映像。もう生き地獄です。そう、あのね、髪の毛洗うと本当に露骨にね、薄いのが出てくるんですよね。量が少ないもんだから。お前の髪の毛の量はどうでもいいんだと、俺の稼ぎの量を増やしたいと。知ってます。まあ、お金稼ぎたいんだったらやってください、いろいろと。でね、そうそうそう、髪の毛も切ったんですけど、歯医者ですよ。まあ、こう歯医者ね、歯医者ですよ、歯医者。そう、歯医者ですよ。これちょっと見積もり見てくださいよ。こうぼやくしかないでしょ、これ。ディープクリーニングですよ。ディープクリーニング、歯周外科治療です。あの、治療計画および見積もり書、はい。いくらだと思います。僕、歯周病なんですよ、はい。いくらだと思います。この前ね、検査するのに3万かかりました。で、それでね、なんか見たらコンサル料みたいな。まあ、なんかその見てもらうんですよ、その専門の先生にね。そのコンサル料3万みたいな。まあ、ブログに書きましたけど、なんかアーダコーダーめちゃめちゃいろんなこと聞かれたんですけど、3万ですね。1時間半で3万でした。だいたい1時間半。で、最初の40分ぐらい、50分ぐらいはずっとヒアリングですね。ずっとヒアリング、それ聞くみたいな。ご飯何が好きですかとか。それ関係あるのかみたいな。家族構成なんですか、家族構成関係あるのかなみたいな。いろいろ聞かれました、根掘り葉掘り。まあ、ブログに書きましたんで、それは。はい。で、こちらね、12万8700円。なんかこれは、なんか僕、歯のね、定期検診行ってるんですよ。で、定期検診している時に、まあ、歯科衛生士さんの人にね、あの、歯周病のその先生、専門の先生がいるんですけど、ちょっと見てもらいますみたいな、まあ、アップセルというかね。まあ、それでまあ見てもらって、で、まあ、見ても、3万払って見てもらって、じゃあ治療しましょうみたいな。で、これはなんかその歯科衛生士さん、なんだろうな、説明されたのが、まあ、歯科衛生士さんっていうのは、この歯科衛生士さんがやってるクリーニングっていうのは、壁があって、壁を塗装してるみたいな。で、私のクリーニングはその壁の中身を、こう、壁の中身を、この、なんだ、あの、クリーニングするんですっていう。わかります、まあ、説明されたのが。で、歯科衛生士さんの場合はのクリーニングは、壁の表面をきれいにすると。私は壁の中に行くんだと、みたいな説明を受けまして、で、それが、あの、4箇所やると1本2万8000円ですね、これ。でね、この後またあるんですよ。この後がまたあるんですよ。この後、
今度この壁の中をクリーニングするじゃないですか。でその後今度外科の歯周病のその外科治療があるんですよ。手術する手術というか簡単なその整形みたいな。でその歯茎が僕もうちょっと落ちてるところがあって、その歯茎をちょっとなんか移植するとかなんかいろいろあるらしいんですけど、その手術というか治療が12万から18万で、手術の仕方、まあ、やり方によっては21万1箇所ですよ。1箇所だからその21万の、整形外科の入ってるようなやつをやるんであるならば1本28万1箇所ね。だから4箇所やったら80万ぐらいですで先生が言うには、まあ、2箇所ぐらいちょっと多分、まあ、その整形外科というかそういうのなんかそのなんかやらないとダメだね言われたから。いや高いですねこれ、保険効かないんですけど、まあ言われるわけですよね。歯はあった方がいいよね、歯はあった方がいいと。 要はその虫歯はまあそのいろいろ治療方法があるじゃないですか。でもそもそも、まあ、歯周病ってまあなんだ、歯茎が溶けてって、まあ、歯茎が溶けてってまあこうなって、まあ、歯が落とすみたいな、でまあインプラントっていうのもあるんだけども、やっぱ自分の歯がいいよねっていう。そうだから土台ですよね。だからその歯茎土台じゃないですか。でその土台がもうグラグラになると、まあ、歯が抜けちゃうから抜かないといけないし。そうでもね今回僕ね、あと親知らずがあるんですよ。で親知らずって磨きづらいじゃないですか。でこの奥歯、まあ、上の親知らず2本は抜いたんですけど、下の親知らず2本あってそれ抜いてないんですよ。でそこ虫歯で、で上はもう親知らず抜いてるんでもう当たってないんですよね歯が。だからもう用済みの歯なんだけど、ずっとそれがあってあのそこも虫歯になってて、そこも磨きづらいんでそこに溜まったりとかしてるって言われて、まあ今回まあ全部治療してそのなんだあの親知らず2本もね抜きましょうっていう話になって、まあ抜くかっつってね、まあそのもうすごい奥に入っちゃってるんで、なんだっけな、なんかそのなんか専門の大学で外科手術、なんか外科手術して取るのかな、普通の歯医者では取れないですよ、詰まってるんで。そういうのも全部やろうかなと思います。まあ40になりますからね、もう今年で、僕今年40になるんで、ちょっと歯のメンテナンスもちょっとちゃんとやっといて、まあ何年持つか分かんないけども、まあ、一応ねやっとこうかなっていう。で一回ね僕もここね、ここ前はもう差し歯なんですよ、差し歯多分3本かな。でもこの前去年かな、僕差し歯を飲んじゃって、でその差し歯を飲んで差し歯の飲んじゃったキャンペーンもやったんですけど、差し歯また入れて15万なんですよ。で差し歯が取れた時に前歯1本ないだけで喋るのもね、喋りづらいんですよこれ。前歯1本ないだけで全然喋りづらいですよ。僕喋るの一応商売じゃないですか今前歯1本ないだけでこんなに喋りづれんだみたいな、空気抜けるんですよ。なんかこれ前歯が なくなった経験がないと分かんないかもしれないですけど、喋りづらいですよすげえ。やっぱ歯ってすげえ大事だなっていうね。まあ飯食っていくわけじゃないですか、やっぱ噛めないってやっぱしんどいですよね。だからまあ歯大事ですよ、金かかるし歯つのまあ生きるっていうのはね大変ですよ。もうほんとねこのね歯はねすげえ、もうまあ歯磨きね、でしかも歯磨きもあれなんですよ、歯磨きねこれも大変なんです。いやちゃんと歯磨き、もう歯科衛生士に何回も歯磨きのレッスンをされるんだけど、要はね歯間ブラシとかも全部あれも細かく全部やると多分ね20分ぐらいかかるんですよ。歯ブラシも丁寧に全部やって歯間ブラシも全部やって全部やると多分20分ぐらいかかるんですよ。最近はちゃんとこう頑張ってるんですけど、いや歯ブラシ大変ですよあれ。だから普通に磨いてて磨いてるたとしても磨いてないんですよ結局。そのあのなんだあれですよ、よく説明されるんですけど、その歯垢というかその歯茎のこの中に入ってるから、そのそこを書き出してやったりとか、あと隙間ですね、歯と歯の隙間のそれも全部きれいに取ってとか大変ですね、大変なんです。でもやっとった方がいいですよ、ね、1日20分いや20分ぐらいブラッシングしないと多分徹底的にできないですね。大変ですあれは本当に、
あ、なんか最近ね、その奇跡の歯ブラシっていうのがあって、こう買おうかなみたいな。なんかその奇跡の歯ブラシ800万本ぐらい売れてるらしいんですけど、なんかそのなんかこうこの上にこうなんか持って、なんかこう普通の歯ブラシと違くて、こう、まあ、奇跡の歯ブラシで調べてください。あれ買おうかなみたいな。結構ね大変ですね、やっぱ歯と歯のこの溝というか。そう、お前の歯なんかどうでもいいですよね。知ってますよ。知ってますけども、まあ何が言いたいのかっていうと、何が言いたいんでしょうね。まあぼやきですから。まあとりあえず金がかかるってことは言いたいですよ。とにかく金がかかるんです。いろいろと生きていく上で。だからね、やっぱね、お金に関してはちゃんと勉強した方がいいし、僕はまあ勉強してこなかった人間なんであれですけど、お金を稼ぐっていうことに関してはしっかり勉強しておいた方がいいかなと本当に思いますね。まあ学校の勉強は全然してこなかったんでね、そんな僕が言うのもあれですけど、お金の勉強はね本当にした方がいいですよ。そうだからやっぱね、自分でそのやっぱ会社勤めだとできないんですよ。要は自分でまあ情報を発信してね、集客をして、自分でもう全部自分で集客をして、で自分の商品を売ってで販売していくみたいなプロセスっていうのは、まあ多分まあ普通に働いてたらないと思うんですよね。まあトヨタの営業マンも別にトヨタの会社がトヨタの看板が名刺があって、でなおかつトヨタの工場でね、あの勝手に車が作られてね、パンフレットを見せてね、まああとは市場勝手にね、ディーラーにね車がね輸送されて、これが新車ですみたいな感じじゃないですか。まあ、商品勝手に作られるみたいな、で勝手に作られてそれをまあ営業マンが売っていくっていう。だからなんか全部トータルパッケージですね。全部1から01で全部自分からこうやっていくっていうのは、多分普通に生きてたら多分ないと思うんで、それはねやるといいっすよ。めちゃくちゃいろんな勉強になるし、まあもちろん簡単ではないですけどね、簡単ではないけどやる価値はめちゃくちゃあると思いますし、なんかね世の中の全体像が分かりますね。世の中って全部ビジネスで成り立ってるわけじゃないですか。まあそもそも今回のコロナのワクチンとかも全部ビジネスというかな、お金が流通してるわけじゃないですか。どうですか、まあ大人の事情であんま出てこないと思いますけど、あれも全部ね、そのワクチンしようぜっていう宣伝もしてる理由って分かります？だってそもそもワクチンを打ってもそんなに、まあ、100% 防げるわけでもないですし、まあ一応打ちましたけどね。でなんでこの話をしたかというと、鷲津さんがねコロナかかったんですよ。鷲津さんコロナかかったみたいで、鷲津さん3回ぐらいワクチン打ってるんですよ。コロナ出ましたね。で今なんかあの安静してるらしいですけど、だから打ってもかかるんですよ。だけど打った方が安心だよキャンペーンするじゃないですか。でそれは、まあ、その製薬会社との契約だったりとか、そのいろいろあるわけじゃないですか。そう、だからまあそういうなんかビジネスをやると、今まで見えなかったようなものが見えるようになってくるっていう。だ世の中に、まあ、街中歩くとね広告だらけなわけですよ。でコンビニ入ったらね、いろんな商品が並べられてね、まあ、何も考えずね普通にパンを買ったりとかね、何も考えずなんかこう買ったりとかしてるじゃないですか。だけどビジネスをやるようになると、あ、こうやって企業は売ってんだとかね、まあ、最近もあれなんですけど、まあ、セブンイレブンでよくやってるのが、1本買うとねもう1本無料ですよみたいな。でこれもビジネスをやってると、あ、こういう売り方あんのかなとか、あ、こうやって新商品とか売れ、逆に言うと今売れてない商品を逆にまたこの買い戻すというか、なんだろう、なんだ、その一本キャンペーンやるときに、これ法則、まあ大きな2つの法則があって、まず新商品を手に取ってもらうために、既存の商品を買ってもらうと新しく出る新商品が無料ですよと。だ新商品を無料で出すっていうパターンですよね。既存の商品を売るために、既存の商品を売るために、なんだ、その新商品を無料でプレゼントします、これを買うとね。でこれをやると既存の商品も売れるし、既存の在庫の商品も売れるし、新商品の広告にもなるわけじゃないですか。
で、これの逆パターンがあって、新商品を買うと、新商品を買うとあのこの既存の商品無料ですよみたいな。で、これそれは新商品を CM を表に出して既存の在庫を売っていく、あのさばいていくみたいな、まあいろんなパターン、この大体どっちかなんですけど、だそれもなんか見方が変わってくるわけですよ。あ、こうやってやるんだなみたいなとか、まああとキャッチコピーとかですよね。だあのいろんな新商品出てくるんだけども、どういうキャッチコピーでどういうコンセプトでどういうふうに出してるのかとかね、そういう見方でできるようになるんで、なんかいろんな発見がありますね。いろんな、まあ僕もね、昔はビジネスやってなかったですから、普通にただ生きて、普通にただなんかその生きてるみたいな、なんかそのメディア洗脳というか、なんだろうな、そうなんだみたいな、いやなぜそうしてるのかっていうところが見えてくるってことですね。あ、そうなんだではなく、なぜそういうふうにメディアはそういう情報を流すのかっていう、その意図も勝手に考察して、勝手に膨らませて、勝手に自分で見解ができるっていうようになるんで、これはねいいっすよ非常に基本的にあの僕たちっていうのは誘導されてますからね。大丈夫ですか、誘導されてますからね特に今なんか SNS そう、あのそう時代じゃないですか。で SNS のそのモデリングっていうのが、そもそもその広告ビジネスで成り立ってるわけですよ。わかります。だからあのどういう風な情報をクリエイターさんに流させて、どういう風に広告を流すかみたいな、だからそれも結局 YouTube に関しても規制がどんどん強くなってったっていうのは、結局広告主が増えてったわけですよ。まあ一つの要因ですよ。 YouTube の規制が強くなっていったっていうのは、そもそも YouTube のプラットフォームの広告、まあ広告ビジネスなんで、企業さんから金もらって広告出して、それで利益出してるわけですから、だ企業さん、この動画に対して企業さんの広告出たら企業のイメージ悪くなるよねっていう動画をクリエイターさんに作ってもらいたくないわけじゃないですか。だからどん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 規制厳しくなって、結局まあ YouTube もなんかあんまり自由な発信ができなくなってるみたいな、今ちょっと流れに来てますけど、でも結局それはそういう仕組み構造上しょうがないよねって話ですよね。しょうがないですよねとかね、なんかまあいろいろとね、いいと思いますそう、やっぱね、なんだろうな、まあ、昔に比べるとね、やっぱめちゃめちゃ情報増えたじゃないですか。でめちゃめちゃ情報増えて、そのもう断るごとに暇だったらスマホ開いていろんな情報見てるわけじゃないですか。だから結局情報をどのように捉えて、どのようにこのなんだろうな、自分の中でこう噛み砕いていくのかとか、どうと受け取るのかっていうのはできないと逆にしんどいかなと。要は情報がありすぎるので、要は何が正しいのか、何が悪いのか、何が自分にとって必要なのかが分かんないですよ。だからもう情報の海に溺れ死ぬみたいな感じですね、もうもはや。だから自分で情報を発信して情報を精査できたりとか、情報に対して考えること、そういろんな視野で見れるようになってくると、それが判断できるようになってくるので、非常に僕は生きるためにも、まあ、ビジネス勉強しとった方が僕はいいと思いますね。だって世の中がビジネスで成り立ってるんで、そもそも、そう、世の中ビジネスで成り立ってますからね。だってそうじゃないですか、あの病院とかもビジネスじゃないですか病院もビジネスなんで、だからそのなんだ、映画でバイオハザードか、バイオハザードなんか分かりやすいですよね。その製薬会社だったか、製薬会社がウイルス作ってばらまいて、でそのワクチンを持ってるみたいな、だからもう独占するみたいな、ね、ウイルスばらまいてワクチンここにあるよみたいなね、で儲かるみたいな。で一番儲ける方法はウイルスをばらまいてばらまくみたいな、どうですか。まあ、コロナとは関係あるかどうかはあなた次第ですね、考えるかどうかはまあこれ陰謀論みたいなね、なんかちょっと違う話になってきそうなんで、この辺にしておきますけど、まあまあまあそういうことなんです。いろんなものの解釈ができます、そのビジネスを やるようになるとね。
だからね、やっぱね、情報をね発信するっていうことは、なんかね、アウトプット大全っていう本もね相当売れましたけども、やっぱね今大事なのは情報を自分の中でしっかりと頭の中でこう精査して、そして発信すると。でこの発信することによってブラッシュアップできるってことです。でも多くの人は発信しないからブラッシュアップできないですよ。だからなんか、まあ、よく僕も言うんですけど、飯食ってクソしない状態なんですよ、ね、便秘です。みんな情報の便秘です。いいじゃないですか、これ情報の便秘ですよ。みんな情報の便秘なんですよ、ね、大量に毎回情報 SNS とかいろんな情報見るんだけど、発信しないもんだから、出さないもんだから便秘なんですよ。便秘です、まあ、ちゃんとあのお通じよくしましょう、お通じいや本当そうですからね。だって生きていく上で水は必要じゃないですか。で水飲んでも排出するじゃないですか。まあ飯もそうですけど、あと空気もそうですよね。吸ったまま吐かなかったら死にますよね。吐かないってことは息を止めるってことですよね。無理ですね、無理無理無理でも情報の場合は入れて、ま、毎回浴びるように情報脳の中に入ってるんだけど、それ出さないですよ。どうですか、ほとんどの人がアウトプットしないしね。だからね、アウトプットするっていうのはね、ほんとね、生きる上でね、生き抜く上ですげえ大事なことだと僕は思いますけどね。そう。だから情報の便秘っすか、便秘ですよ、みんな、ほんとに。だからこの、もうこれからもどん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 情報化社会、ってかもう毎秒毎秒いろんな情報が出てるわけじゃないですか。YouTube の動画に関しても多分毎秒でもどれぐらいの数がアップロードされてるのか分かんないですけども、もう相当の量ですよ。でもそれが自分の中でその精査ができない、自分でこう発信してなかったらきついですよ多分。本当にあっちではこう言ってる、こっちではこう言ってる、こっちではこう言ってる、あっちではこう言ってる、どっちやねんみたいなね話で、だから結局そのこう発信をこう続けていくと、なんだろうな、自分の軸というか、あの自分の考えがこうまとまってくるというか、発信はした方がいいと思います、はい、なあ、ドリームアカデミーアドバンスね、入ってね、発信しましょうよ。ネットで稼ぐってことは発信ですからね。ブログで稼ぐにしても、ブログで情報発信する、ツイッターでアクセスを集めて稼ぐ、ツイッターアフリエイト、ツイッターで何の情報を流すんですかっていうまあインスタはちょっと写真なんですけど、でも写真だけどテキスト情報もありますからね。まあ、写真っていう、だから写真っていう情報なのか、動画っていう情報なのか、テキストっていう情報なのか、まあ音声っていう情報なのかっていう、そんな感じですよ、そう。まああとはね、やっぱね、情報がね、なくならないですね。情報はなくならない。情報なくなると思います？テレビニュースがなくなると思います？映画がなくなると思います？映画も情報じゃないですか。どういうストーリーなのかとかね、どういう感じなのか、まあ、映像っていうなんかそういうなんかそういうのはあるんだけども、まあ、基本的にその映像っていうものを分解して考えると情報ですからね。主役の人がどういう行動を取ったのか、主役の人がどういうセリフを言ったのか、主役の人はどういう逆転劇をするのかとかね、主役の人はどういうふうに敵を倒していくのかっていう、そういう物語があって、その映像を作る上での台本っていうテキスト情報があって、台本を覚えて役者が演じてるわけなんだけども、でほとんどの映画って台本ありません。台本がない映画って多分あんまないと思うんですよ。ほぼ9割9分9分台本があって、でその台本にテキスト情報があって、みんながこう覚えてねやるわけじゃないですか。だから全部情報ですよ、全部情報。情報をねこう扱えるようになるとねいいですよ、てかこれからの時代は情報をこう扱えないときついんじゃないかなと思いますけどね、であとね、情報はね変形できるんですよね。だからこれも結構言うんですけど、まあその飲食店で焼肉屋をやってるとするじゃないですか。焼肉屋を切り盛りしてます。じゃあ明日からね、いきなりラーメン屋にできますか。いきなりラーメン屋にするったら24時間以内に全部店の改装をして、全部そのラーメンのスープを覚えたりとかね、なんかその全部看板も変えたりとかね、まず費用もかかるだろうし、そのラーメンを提供する上での
なんだ、教育ですよね。今まで焼肉やってたのに、いきなり明日からラーメン屋です。じゃあラーメンをどう作るのかとかね、その教育プロセスも必要だろうし。でもね、情報に関しては、今日こんなね焼肉屋で美味しい焼肉を食べに行きましたっていう情報も言えるし、じゃあ次の日はね、こんな寿司屋うまかったぜっていう情報も言えるわけじゃないですか。だから情報って無形なんですよ。いくらでも変形できるんで、しかもお金かかんないですよね、大したどうですか、なんとかレビューとかね、別に金かかんないじゃない。あ、まあ金かかるところあるか、物買ったりとか飯屋行ったら金かかるんだけども、その店舗とかに比べると、まあ、全然そのリスクなくないですか。どうですか、リスクあります？あなたが焼肉屋やろうと思ったらリスクありますよ、それは、うん、そう。あと利益率、あと在庫、例えば飲食店だったらね、まあ、全部が冷凍保存な、ちょっとまあフランチャイズとかは結構冷凍保存がありますけども、食い物ですから、ずっと1年2年3年4年5年ずっと保存できるのかっていうと、うちのお店は全部冷凍保存です、まあ、ちょっとあんま食いたくないですよねなんか今日仕入れて今日生きがいいおすすめですっていうの食べたくないですか。今日のおすすめ、今日築地で仕入れてきましたっていうのを食いたくないですか。どうですか、あなたは冷凍保存、うちのお店は全部冷凍保存ですみたいなね、食いたいですか、冷凍保存みたいなねいや今日取れたやつ今日食いたいですよね。どうですか、でも今日取れたやつを今日提供して売れればいいけど、売れなかったら腐るんですよ。で廃棄処分ですよ。そうだから、コンビニの弁当の廃棄も相当あると思いますけど、まあ、食品ロスみたいな問題もありますけど、あれも相当廃棄されてますからね。そう、まあ、大学生の時はその廃棄弁当で、まあ、生計立ててましたけど、なんかその後輩がねコンビニでバイトしてたんですけど、まあ、廃棄弁当をねもらいに行くんですよ。でその廃棄弁当を冷凍、その廃棄される弁当を何個かもらって冷凍保存するっていう弁当をそのまま冷凍するっていうね、やってましたけどね。そう、でも今のコンビニは多分ね、もう僕が大学生の時はもう20年前か、今はね多分うるさいと思うんですよね。多分廃棄、まあ、まあどうなんですかね、あんま多分許してないと思いますね、その弁当を持って帰るのはダメだみたいな、多分廃棄しろみたいな。もったいないですよね、あれね、食えるのに。だから賞味期限1日過ぎても別にそんな腹こわ、まあそんな大したことないじゃないですか別に。でもなんか1日でも賞味期限切れると売れなくないですか。そう、あれも大変ですよね。でもね、コンテンツビジネスは別に3年前だろうが4年前だろうが5年前だろうが6年前でも売れますからね。実際に僕のまあ本とかもそうですけど、5、6年前に出した本、いまだに買っていただける方いるんですけど、腐んなくないですか本コンテンツも腐んないんで、そう、なんかめっちゃいいと思いますけどね。僕本当いろいろ見てきたんですけど、いやマジで情報ビジネスが最強。そのビジネスとして考えた時ね、まあ情報企業ってやつですよ。情報企業マジ最強ですよ。情報企業がねマジ最強だと思いますけどね、うん、本当にやっぱリスクないので、うん、そう。だからまあ多くの人がまあ出版はできない、まあ僕はたまたまラッキーでね、その出版一冊できましたけども、まああれももう完全に情報売ってる話じゃないですか。でその有名人でね、そのまあ本を、有名人じゃなくてもまあ本を出して何万部売れればね、その印税がっぷり入ってくるかもしれないですけど、何十万部とかね、まあそんなの大変じゃないですか、売れないんでね、売れないですよだから自分でコンテンツをちゃんと作ってしっかりとこう売っていくっていうことをやっていく方が再現性が高いなと思いますけどね。なんかまあドリアカでも教えてますけど、フロントエンド、バックエンド、アップセル、クロスセル、ダウンセルとかね、まあそういう概念があるんですけど、そういうの勉強して、まあやっていきましょう。やるしかない。そう、まあ僕もね、今回ね、ドリアカ値上げしますけど、アドバンスコース値上げするんだけれども、僕が値上げしなくても他の企業さんもいっぱい値上げしてますからね。
今値上げラッシュじゃないですか。どうすか、もう全部値上げですよそんなの。まあ、あのウクライナのあれもあったと思いますし、ロシアのあれもあったと思うんですけど、もう全部値上げですよね。まあ、僕も値上げしますけど、値上げに乗っかってますけど僕の値上げがね、他の値上げと企業さんと違いますから、もう20万値上げですから。でも給料上がってます？どうすか、給料上がってないけども生活費全部値上げですよ。じゃあ今後値が下がることは考えられますか？消費税が下がることは考えられますか？消費税が上がることは考えられるし、商品の値段が上がることは考えられるけど、消費税が下がることは考えづらいし、物の値段が下がることも考えづらいと思いますね。まあ分かんないですよ、5年後10年後になったらまた世の中の流れが変わってね、あの時上げてたけど値下げみたいなね、なるかもしれないですけど、まあそれは分かんないです。でもまあ直近で言うともう全部値上げですから、でここ数年は下がることはまずありえないでしょうね。だけどあなたの給料がここ数年で2倍3倍に増えることはありえますか？どうですか、今手取り20万だったら2年後手取り40万になる、考えられますか？まあ、考えられるんだったらいいと思いますけどね。やっぱね、会社でね給料の固定給を上げるってね相当大変ですよ。まあ、営業マン置いときましょう、インセンティブの部分あるんで。だから昔僕ね、そのなんだ、あの大学の連れか大学の友達と昔その飲み会で飲んだことがあるんですよ。でその子が、まあ、部長かなんかなんかやってて、でなんかちょっと部長だったかな、じゃあなんか部長になるみたいな、なんか昇進するみたいな、でそれでね、その酒の飲み場でね、昇進するんで給料固定給上がったんだけどいくらだと思うみたいな、いくらだと思うみたいな、もう衝撃的で、なんかその介護の仕事だったかな、そう介護です、確か介護みたいな。でまあちょっとその位が上がって給料が上がると、いくら給料上がると思う、固定給いくら上がると思うみたいな、いくらやろな、2、3万みたいな、なんか言ったんですよ。そしたらね、それがいくらだと思いますか、まあびっくりしたんですけど500円でしたでその子がまあそれがネタだったんで、まああのなんだ、まあ安い方がネタ笑い話になるじゃない、500円だぜどういうことと、これ小学生のお小遣いちゃうかみたいなっていう、まあオチというかね、それでまあ話が盛り上がるからその話をしたんだろうけれども、500円はびっくり、さすがにみんなびっくりしてます、500円みたいな。でもなんだろうな、その500円は結構かなり少ない方だと思いますけど、基本給を1万円上げるとか2万円上げるって結構大変だと思いますよ。どうすか、簡単ですか、1年頑張ったら基本給1、2万上がります、どうすか、簡単ですか。でもネットビジネスを僕ねちゃんと勉強して1年間ちゃんとやったら 1、2万円は稼げるっていうのはかなり現実だと思います。どうですか、ネットビジネスちゃんと勉強してちゃんとやって 1、2万を稼ぐっていうのは月でね、月 1、2万、だから基本給 1、2万上げるよりかは 1、2万、1、2年頑張って、あだからリアルの会社でめちゃめちゃ頑張って基本給を 1、2万上げる苦労より、ネットビジネスをめっちゃ勉強してやって 1、2万稼ぐ方が僕は簡単だと思います。でこっちに関しては会社が結局決めるので決定権ないじゃないですか。でこっちは自分で決定権があるんで自分で勉強して自分でやれば稼げるわけじゃないですか。どうですかね、月に 1、2 万って稼ぐのできると思いません？ちゃんと勉強してちゃんとやって、ちゃんと勉強してちゃんとやってるのに月 1、2 万稼げないっていうのはありえないと思いますよね、吉谷さん100万はちょっとこれ無理なんじゃない、一部の人じゃないですかみたいな思う人いるでしょ。どうですか、どうなんですか、いいでしょう100万ってないね、まあドリアカにはね塾生さんで1億ぐらい稼いだ人もいますけども、いや1億はさすがに吉谷さんみたいなね思う人もいるでしょ。いや100万いけたらいいですね、そりゃ一部の人ですよ、なしです、まあ、そう思うでしょう。 1、2 万どうですか1、2万どうすかやりましょうよ、いけますから。でも会社で 1、2万上げるの大変ですよ本当に、固定給 1、2万上げるの。どうすかね、まあ僕はすいません会社勤めしてないんでもうね分かんないですけど、
まあまあそういう話を聞くと固定給 1,2 万上げるのも相当しんどいと思いますし、簡単ではないと思います。でもネットで月 1,2 万稼ぐっていうのは、まあそれに比べると簡単だと思います。難しいですよ、難しい。最初の 1,2 万稼ぐのは難しい、結構やることもいろいろあるかもしれないけども、 そもそも会社の方は決定権が会社にあるからね、どれだけ頑張っても会社が固定給上げないって決めれば上がんないですからね。でもこっちは自分次第じゃないですか。自分で勉強して自分でやればいくらでも上限はないので、うん、そう、何分だ、30分か、ぼやきましたね。どうすか、カストロールですよ、カストロール。そう、いいですよ、こっちの世界は。こっちのだってこれが仕事ですから僕は。これぼやくっていうのも仕事ですから。何なんですかね、よくわかんないですね。自分でなんか、あの僕あの東京から離れて鹿児島でもう6年目、ね、になるか、なんかね、いまだになんかよくわかんないですよね。なんかたまになんか俺何やってんのかなみたいな。俺何だって、一般的にはね、本当に普通に生きてたら会社に、まあ社会人イコール会社に勤めるっていうのがもう本当に一般的な感じじゃないですか。俺何このなんか青空でぼやいてんだろうなみたいな、よくわかんないですよね、よくわかんないですよね、ネットは。だってこれが仕事になってるわけじゃないですか、僕はね。別にこういうやり方でやんなくてもいいんですよ。だから僕は独自性を出してこういうぼやきっていうのをねちょっと出してるんでいいじゃないですか。オリジナルですから、ぼやき。まあこれパクリですけどね、野村監督をパクったんですけど、すいません、野村監督もちょっと天国に行っちゃったんで、まあ、僕の主導権ですよ。僕はね、野村監督のそのぼやきっていう、野村監督の野村のぼやきみたいな本が売られてたんですよ。いや野村監督すげえなと、ぼやきが有料で売れるのかみたいなね、ここに行きたいなと僕は思いましたね。だってぼやきが売れる、売ってんですよ、すごくないですかっていう視点なんですよ僕は。野村のぼやきか、これが有料で情報で売ってんのかみたいな、僕はね稲妻が走りましたよね。いやもうリスペクトでしかないですよね、野村さん。まああと野村さんも好きですけどね、あの好きだったんですけど、もうちょっとお亡くなりになられましたけど、やっぱ弱小チームをこうなんだ優勝に導くっていうね、まあ僕も同じような感じで、なんだろうな、もう全く初心者の人をこうなんだ導くっていうとね、古代広告になるかもしれないですけど、一応実績一応出てますからね、全員じゃないですよ、全員じゃないですけど、さすがにドリアカも5年6年ぐらい運営してきて、結構熟成さん実績出てきてる人かなり出てきましたから、うん、だから全く初心者ですから、だからその1億稼いだ女性の方もね、私何の情報を発信していいか分かりませんっていうところからのスタートですから。いや本当に、で対談するときもね、まあ去年対談したかな、去年だったかな、なんかその対談するときはね、パソコンでズームつなげなくて、スマホでつないで、まだパソコン音痴なんですみたいな、まあ、全く信用されないんですけどね、その話しても、いやパソコン音痴で1億なんかありえないじゃんってみんな思うでしょ。でも実際そうなんです。まあさすがにあれからちょっと経ったんで、まあまあもう少しはちょっとあれになってるかもしれないですけど、あの音声対談撮るときにそんな感じでしたから、つながらないみたいな。あ、じゃあスカイプが繋がらなかったんだ。スカイプが繋がらなくて、なんだアダゴーダしてて、でじゃあスマホでズームでいいですかみたいになって、なんかそれでやったんですけど、いやーねー、やりましょう。そうやるしかないですよ、うん、まあ、あなたがやらなくても世の中は変わるし、あなたがやらなくても世の中は値上げされるし、僕も値上げしますけど、そうで会社もね、会社も不景気、あなたの会社が景気いいか分かんないですけど、景気いいっすか、どうっすか、景気が悪いってことは、景気が悪いってことは会社が儲からない、儲からなかったら給料がきつい、リストラ、これ見えてるじゃないですか。今のうちにやっとった方がいいですよ。だ僕もね、今回その、まあ、歯の話に戻しますけど、
いや今やっとかないとっていうところがねすげえあるわけですよ。まあ30今年で40になってあと20年経つと60歳なんですよね。でさ、まあ、僕ドリアカ60歳までやるんですけど60までは行きたいなと。まあ責任もあるしね、60歳までサポートやりますっていうことも言ってるんで60歳までは生きようっていうのは思ってるんですよ。で60歳以降は別に死んでもいいかなと思ってるんですけど、でじゃああと20年間ね歯を持たせるために今やっとったわね、30代のうちに40のこの節目のうちにちゃんと歯を全部しっかり整えてね、できるところはちゃんと治療しとった方がいいかなと思ってまあやりますよ、やりますよ。お金かかりますね。でそのブログにも書いたんですけど、ちょびっくりして、なんかその歯周病のそのなんか日本でないらしいんですね、資格というかそのなんかあんまり進んでないみたいで、でその先生は海外に行って勉強してきたらしいんですよ、資格というかなんかそういうのを海外で習得してきたらしいんですよ。でね、あそう、まあそれでなんか最後なんかヒアリングしてる中で終わって、なんかその僕音楽聴くんですみたいな、なんかその音楽の話になって、僕何でもいけますよみたいな、ジャズも最近聴くし、ジャズも最近本当聴くんですよ、ジャズ聴いたりとかピアノとかいろいろ聴きますよって話した、なんかピッて話したらその先生がね、えジャズとかピアノ聴くのみたいな、いや入ってきて、あ一応最近あの仕事しながらジャズとかピアノとか聴いてますよみたいな、あそうなの、実は私みたいな、実は私3歳からピアノやってて今度コンクールに出るのよ、えどういうことみたいな、じゃ あパンフレット持ってきてみたいな、まさかのクロスセル、いや完全なるクロスセルですね、まあ、アップセルなのかクロスセル、いやでも歯医者の歯周病の治療してるから音楽のコンサート全く関係ないやんみたいな、だからクロスセルですねこれね、完全にクロスしてんのかどうか分かんないけど、びっくりしましたね。で今度コンサート出るからちょっと来てよみたいな、あ行きますみたいな、なんか面白かったんで、まあ、僕もね人生の中でそういうピアノのコンサートとか行ったことあります？いやな、僕一度もないので一回はね行ってもいいかなと思ってるんです。あのそのオーケストラとかも一回はまあ行ってみていいかなと、生きている中でそのオーケストラとかのソプラノ歌手とかなんかそういうああいうのあるじゃないですか、ああいう世界、ああいう世界も一回はちょっと体験してもいいかなと、まあ、あと歌舞伎とかも一回ぐらいは見てもいいかなと思ってたんですよ。だけどそういうそのなんかきっかけがなかったんで、おじゃあ行きますみたいな、そうパンフレットもらいまして、はい、なんか11月ぐらいにあるみたいですけどね、ちょっと行ってこようかなと。でそれもレビューしますから、そう人生初のピアノコンサートに行ってみた結果みたいな、まあ、あのそれもあの仕事になりますからね。そういやあれはねちょっとびっくりしましたね、ピアノやってんのみたいな、マジで歯周病の先生ちゃうのみたいなね、だから僕は思いましたよ、それはね僕ねあのすぐ思っちゃったんですけど、いや3歳からピアノを習える家庭にいたのかな。でしかもなんかそのパンフレット見たら経歴がすごいんですよ結構、でいろんななんかその金がかかるめちゃくちゃ金がかかりそうななんかその大学というかね、そういうなんかいろんな海外の留学とかなんかいっぱいなんかあって、あ結構わあすごいいいお家庭に生まれたんだなっていういいお家庭に生まれたんだなって、だってお金ないと3歳からピアノでその本格的にできなくないですか多分。どうですか。あそう、あとね、まあ、この話からまあリンクさせるんですけども、昔ね億万長者合宿っていうのをやったんですよ、湯河原で、湯河原っていうところでね、その一泊二日の合宿をやったわけですよ。でその時にお金を稼ぐ目的なんですかみたいな入ったんですけど、まあ僕がその僕のこのなんか話す時に、まあお金を稼ぐ目的なんですかみたいな最初からそう入ってたんですけど、まあ何のために今日来たんですかとかね、まあそんな感じで聞いてたんですけど、あのなんかあの家族のためですよね、なんかお客様のためですとか、 なんか言い出して、いや悪くはないですよ、悪くはないんだけども、なんですかねそのじゃあやれよっていう
本当にそう思ってるんだったらやれよっていうね。なんかあのまあこれは僕のその経験上のデータですよ。まあ僕もいろんなお客さんにヒアリングしたりとかいろいろ聞いてきてるんですけど、その全員じゃないです、全員じゃないんだけども、なんかそのいや家族のためにとか子供にお金がかかるんでとかでもやらなくなるんですよ。なんでやねんっていう。いや本当に誰かのために本当に思ってるんだったらじゃあやれよって思っちゃうんですよね。結構ねその億万長者合宿でね、いや自分のために来たんでしょみたいな、え自分稼ぎたいから来たんちゃうのって。そういう綺麗事いらんから、あの自分が稼ぎたいから来たんじゃないですかみたいな。なんかそういうちょっと入ってそれで入ってったんですけど、本当は自分のために稼いでくださいまずは。で悪くはないですよ、人のためにやるとか家族のためにやるとか、あのなんか子供のためにやるっていうのは別に全然否定してないですよ。でいいんだけども、じゃあやれよっていう、じゃあ自分のため以上にもやれよっていうね、その3倍4倍5倍10倍もはや100倍やれよと、子供のため子供のこと本当に思ってるんだったら めちゃやれよと、死ぬ気でやれよと思うんですよ。でそれで僕はその辞めていく人を見てきてるので、なんかね腑に落ちないんですよその言葉が。いや本当にそう思ってるんだったらね、じゃあ例えばですよ、彼女がねなんだろうな、あの誘拐されましたと、で身の代金100万よこせと、どうすか100万必死で土下座してでも何しても集めてくるじゃないですか。彼女のためですよ、彼女が今誘拐されてるんです、子供が誘拐されたんです、身の代金100万用意しろ、死ぬ気で集めるでしょ。土下座してでも銀行行ってでも何してでも100万集めてきますよ。でそういうもんじゃないですか。いやちょっと100万ちょっと稼ぐのちょっと僕無理なんでいいっすよ殺してみたいな。まあ極端な例を言うとですよ、極端な例を言うとそういうことじゃないですか。いやすいません、ちょっと100万僕作るのできないんでいいっすよ殺してみたいな。すいませんと、僕ちょっと初心者で100万稼ぐの無理なんでいいっすよ殺してみたいな、ありえないですね。あ極端なことを言うとですよ、あまあまあ自分のためにやりましょう、で自分のためにしっかり稼いで、でそれを分ければいいわけじゃないですか。それはあとどう使おうがねその人の自由なんで、ね、それをその稼いだ金を自分のために使うのか、稼いだ金を家族のために使うのか、子供のために使うのか、恋人のために使うのか、それは自由ですよ。まずは自分のために稼げるということでございますよ。そう別にいいんですよ、人のために頑張れる、家族のために頑張り、やり抜けるんだったらそれでやってくださいよっていう、それでも人よりやり抜いてくださいと、それを名刺代わりにね、人あの恋人のために頑張るんですっていう、それを名刺に使うんだったら、いやその人の3倍4倍やれって僕は言いたいんです。僕は言いたい、物申したい、ね、勝つですよそんなの。僕はねもう 100% 自分のためですから、完全 100% 自分のためです、ね、そうお客様のためとかねすいません申し訳ないけどないです、自分のために 100% です。申し訳ないですけど、でもサポートはやりますよ。じゃあそのサポートやるのも自分のためなんです。お客様のためにサポートするんじゃなくて自分のためにサポートするんです。よくわかんないでしょ、よくわかんなくていいんです。そう自分のためなんです、自分のなんだろうな、自分の正義です。やっぱね僕はねなんかそのもちろん人間って変わるところあるじゃないですか、考え方だったりとか、まあ、その発言が2点3点することもあるでしょう、あるんだけども、やっぱ変えたくなんかその頑固のところもあった方がいいよねと僕は思うわけですよね。例えば僕はもうドリームアカデミアを開校するときにもう60までやるって言ってるわけですよ。だからでサポートもね売りにしてやってるわけですから、それはまあ貫きたいんですよね。でそれを貫いて20年間僕がやりきった後、あ俺ちゃんと言ったことやれたなっていう自分への満足ですよね。俺ちゃんと仕事したぞと、もう大々的にね俺やるぞって言ってきたことをやり遂げたなっていう、そのなんかそのなんすかね、有言実行できたっていう
なんか人生に納得感が出てくると思うんですよ。でも人生に納得感が出ない人って多分言ったこととやったことがやってることが違ったりとか、言ったことをやりきれてなかったりすると多分納得できないと思うんですよ。ああん時やっとけばよかったなとか、ああ俺ってダメだなとか、なんか納得感ないじゃないですか、うん、でも僕はそれをやることによって、自分のためにもう 100% やることによって自分の人生を納得感をこう増すことができるんじゃないかなと思ってる。それがまあ正義というかね、まあそう思ってるんですよ。でそれは何でかっていうと、まあいろんな人やっぱ見てきたからですね、やっぱ特に僕17年間こうネットの業界見てきて、やっぱりすげえ感じてたのが、やっぱ売り上げは大事なんだけども、なんすかね、なんか結局売って消えてくっていうまあ今もう全然見てないんで分かんないですけど、そのプロダクト論書がねバンバン昔なんかやってた時は、まあ売った後消えていくみたいなね、何なんだみたいな売る時はねなんか動画でねサポートしますみたいなね、なんか多分見た人もいるかもしれないですけど、結構昔なんでね、まあ今もやられてるのか分かんないですけど、いっぱいあったじゃないですか、もうどこ行ったねみたいな、どこ行ったみたいな、なんかそういうのを見てきて、で売り上げ、まあ、あんまりねちょっと裏を言いすぎるとちょっと あれなんですよね、あんまり裏も言えない部分ありますけどね、なんかそういうのをね僕は見てきてなんかね感じるものがあったわけですよ。だから俺は逃げないし、俺はやるぞっていうのはなんかそういう反面教師ですよね。いろんな人が出てきて立ち代わり出たり入ったり、これが儲かるよってきたらこれで稼ぐ、儲かるよ出てきたら今度消えてまた違う人出てきてて、そういうのをずっと見てきて、いや俺は消えんぞと、俺は絶対消えんぞっていうのがなんか確固たるものが出てきましたよね。俺は絶対消えんと、俺は絶対やめないし。だからね、あのローランドさんが俺か俺以外かっていうね言葉がこう流行ったじゃないですか、俺か俺以外かと。で僕はね一個ねローランドさんの言葉をねパクらせていただいて、俺は逃げないと、逃げるのはいつも俺以外っていうね、俺は逃げない、逃げるのはいつも俺以外っていうね、僕のあの哲学です。哲学というか僕の軸っすね。俺は逃げない、逃げるのはいつも俺以外と。俺はだから要はみんなが逃げてもみんながやらなかったとしても何しても俺はやるよっていう確固たるこのパイプですね。それはね多分ね僕ね曲がんないですね。これを曲げられる人がいるんだったらかかってこいって感じですね。曲げを絶対ずっとやりますね、どんな状でも。それはもうこの5年もこの5年の中でいろんなピンチのこともあったんだけどもやってきましたからね。だ銀行が凍結になった時もあれですよ、朝起きてお客さんの入金チェックしててなんか凍結になってるんですよね、まあ、楽天銀行ですよ。これ、まあ、その銀行が凍結する経験ってあんまなくないですか、なったんですけどえこれどういうことだみたいな。 で僕今までその銀行凍結っていうキーワードで検索したことがなかったんで、それで検索したんですよ。でそしたらなんかそのフリーランスの人だったりとか、あと転売やってる人とか、その出入りが激しい人が楽天銀行結構なんか凍結になりましたみたいな結構あって、あ凍結ってありえるんだみたいな。で僕もその個人当時個人口座にこう入れてもらってたんで、いやあれはねだってお金あるのに引き出せないんですよ、息殺しですよね。口座に金あるのに引き出せない、もう青ざめましたよね。そうでその時も布団にくるまりましたね。現実逃避しましたよ5分、未だに覚えてるな、現実逃避5分はした、興奮したね、嘘であってくれと。その時借金もまだある時であったからね、どうするよみたいなね。まあその5分後布団から出てですね動画撮ってましたね、キャンペーンやるぞっつってまああとあとなんだあと騙されたやつもあるか、そう100万騙されたやつもあるんですよ。これはショックでかかったな。これはもう 5,6 年のお付き合いしてる人に100万貸して、まあ、連絡音信不通になったっていうね、これもショックでかかったですね。でもショックでかかったけども動画撮ってましたけどね、相当メンタルいかれましたよね。
やっぱ 5,6 年のお付き合いの人でも僕もお金貸すなんてやったことなかったんで、いやあれもね結構だいぶきましたねメンタル。どうですか 5,6 年もお付き合いがあってね、信用信頼してるみたいな関係性で裏切られたら結構しんどいですよ。だからやっぱね、やっぱお金の切れ目は縁の切れ目っていう言葉がねすげえ腑に落ちましたけどねあ、お金ってだからこれってあれなんだなみたいな、だからお金ってのは貸さない方がいいなっていう、貸すんだったらあげた方がいいなっていう、いろいろ学びましたけどねそこからね、貸したから良くなかったんだなっていう、あげちゃえば、そもそもあげちゃえば良かったんだなっていう、なんか今はね、それからまあ 2,3 年も経ったんで、まあ、だいぶ全然また違う考え方でそのあれですけど、当時はねもう青ざめましたよね。いやだってね、貸す時も僕借金あったんで、まあ 2,3 時間そのファミレスで話したんですよ。まあなんでお金が今足りてないのかとか、お金がなんで必要なのかとか、絶対返すから、絶対返す、なんで返せるのかとか、なんかいろいろこう説得されまして、で僕も渋ってたんですけども、まあ、そこまで言うんだったら、まあ、100万ですけど、まあ、僕もこれちょっと厳しいんですけども、いいですよお世話になってるしみたいな、お世話になったしみたいな、だからその、まあ、借りる時だけ、まあ、2,3 時間が しかも深夜1時ぐらいから、2時とか1時ぐらいからあったんですよね。で朝4時ぐらいまで話して、でお金振り込んで、で、まあ、約束の日ノーレスですね、まあ、約束の日振り込まれてないし何の連絡もないっていう、もうねあの時のねメンタルはね、いや借りる時あんだけ言ってたやんみたいな、いや絶対返す、絶対返すね、まあちょっと古代ですけど100回は言ったと思いますその人ね、まあ、古代ですよ。100回は言ってないかもしれないけど、それぐらい言ったと思う。絶対大丈夫です。絶対返すからって。絶対返すからと。でも結構言ってると思います。100回は言ってないかもしれないですけど、で、いろいろ説得されて、それでノーレスですからね。何の連絡もなかったから、これは痛かった。いや、今思い出すとね、あの時のあれが、思い、フラッシュバックされますね。まあでもいろいろ学びましたねそれも、もう1時間ぼやいてるじゃないですか、大丈夫ですか、まあ、とりあえずドリアカ入るってことですよ、とりあえずいやー生きていくのに金かかりますから頑張りましょう。そう、いつかやらないと、まあ取り返しはつかないですよ、歯じゃないですけど。だってそうじゃないですか、だって歯抜けたらもうインプラントするしかないですからね。そう、もう戻ってこないですから、だからそのなんだろうな、もう若い時に戻れないですからね。だから今が一番若い時じゃないですか、今やろうと思ってる時が一番若いわけですよ、年齢関係なくね。まあ今90歳ですっていうことだったらちょっと微妙かもしれないですけど、今やろうと思ってること自体がその思いが若いってことですよ、でもそのうちその気持ちはどんどん薄れていくし、だ今やろうと思ってるんだったら今やるべきだし、今買いとくべきだし、今治療しとくべきだし、もう戻ってこないですよ。だ結構ね僕ね、ある人に言うんですけど、結構僕お客さんのその経歴が長い人もいるんですね、まあ、7年8年ぐらいそのお付き合いある人もいるんですよ。だけどまあ変わってないんですよ、で言うわけでしょ、いや僕多分まあ僕見てきてると思うし、いや僕だいぶ変わりましたよねみたいな、どうすか、時間7年8年あったと思うんですけど何やってきたんですかみたいな、まあ、言われたくないこと言うんですけど、だからちょっとなんだ今やらないといけないよねっていうところを釘を刺してね、もう圧倒的後悔しろみたいな、
圧倒的に後悔しろと。いや7年8年あったら時間あったでしょうと、何やってたのと。7年8年もあったら絶対なんか物にどうすか。7年8年あったら絶対1個は物にできるじゃないですか。どうすか、どうなんすか。ナイスです。7年8年あったら絶対1個物にできると僕は思うんですけどね。少なくてもですよ、少なくても、ネットで言うならば、いやもう本当に最小の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 最小に見積もってもですよ、7、8年ちゃんと勉強して実践して月1、2万稼げないってことありえます？これ超最小に見積もってもですよ、僕ね考えられないですね。7、8年ちゃんと勉強して行動してやってきて月1、2万も稼げません。それはねどう引っ転んでも僕考えられないですけど、でもやってなかったら、その7年後8年後も何もやってなかったら結局月 1,2 万も未だに稼げてないってことなんですよ。要はね、ネットからの収入まだ 1,2 万もありませんとっていう話なんですね。そう、まあ、もういいっすかね、もう1時間ぐらいぼやいたんでそろそろ終わりましょうか。まあでもね、僕もこれもうドリームアカデミアのこのねご案内、この値上げっていうのはね、もうあとこの20、あとサポート期は20年ありますけど、この20年ある中で最後のご案内になりますので、まあ、今回ね結構 CM というかね番宣多めにしてますけど、まあ最後なんで、僕も案内できるの最後なんで、いやいいんですよ、20万高くなったと買ってもらっても、お任せしますけど、いや20万高く値上がりする前に買っとった、まあこれあんまあれですけど、うん、まああなたのためとは思ってないですけど、あなたのためとは思ってないけど、だって20万値上げしてもら、値上げした後買ってもらった方が僕のためですよね。どうですか、どうですか、利益20万を余分に出るんだから、あ、値上げしてから買ってくださいって言った方が僕のためになりますよね。どうですか、どう思います。いや大丈夫です、買わなくていいです、20万値上げしてもらった後買ってもらったら僕20万上乗せで利益出るんで、値上げしてから買ってくださいって言った方がいいですか、どうですか。いや、なんですかね、今買っとった方がいいと僕は本当に思うんで、まあ、あなたが買わなくても20万値上げしますから。でこれね、なんかなんでかというと、ドリームアカデミアのね、あのメインのコースですよ、120万値上げまでしたんですけど、もう何回も言われましたから、もう値上げしていく、もうそれもどんどん値上げしていったんですけど、もう何回もお客さんに言われたんですよ、あの時買っとけばよかった、あの時入っとけばよかったですみたいな、あの時入っとけばよかったです、じゃあ入っとけよと、もう言わないでくださいね、まあ言う人も出てくると思いますけども、もう結構僕言われたんで、すげえ、じゃあ入っとけよと、値上げするよと値上げしたよもうと、すげえ言われたんでね、だからあのまあ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 言われるかもしれないですけど、まあ、口酸っぱく言っときますけど、興味があるんだったら値上げする前に入っておいた方がいいと思います。で僕のために、僕のためのセリフを言うんだったら値上げした後買ってくださいって話です。20万上乗せで利益出るんで僕はね、そうじゃないですかそうですそうですよね、いや本当に、いや20万余分にくださいって話ですよね。まあ、悩んでるんだったら今回本当に決めてくださいマジで、うん、であとさすがにもうコロナももう3年ぐらい経って、ウクライナとロシアも勃発して、もう世の中がもう目まぐるしくこの数年で変わってきて、時代の変化が感じてきたと思うんですよ。でこの状況下で自分変化しないっていう選択を取るのか、今まででいいっていう選択を取るっていうのは、それはナンセンスだと僕は思うんですよね。それは申し訳ないけどもセンスがないって言い切ります。これだけ時代のかなり早かったじゃないですか、いろんなことが起こって、これだけを目の当たりにしてきて、自分も変わらない、今まで通りでいいって思ってる、それはセンスはないと思いますよ。それは申し訳ないけどセンスないですね。今変わるっていう このタイミングで変われないんだったら、これやばないですか。ここまで世の中が相当変わってるじゃないですか。だってウクライナの見たでしょ、
あれ同じ地球上で起こって今このご時世にあんだけやってるんですよ。昔僕が印象深かったのがその湾岸戦争ですよ。湾岸戦争何年前だ、あれもバンバンやってましたけど、今この令和の時代もうなんか結構もう世界的に結構平和の流れの風潮の中であれがドンパチもう3ヶ月やってるんですよ未だにね。でそのコロナもね変異株だ変異株だ変異株だってね、いやこんだけいろいろ世界でこんなの出てきてね、しかも物価もどんどん上がってる。いやここで動かない、ここで真剣に考えないのは、いや別にドリアカ入んなくてもいいんだけども、そこは変えた方がいいよって言いたいですね。まあドリアカ入れとも言いますけども、はい、仮に入んなかったとしてもこのダイビングで自分を変えないっていうのはちょっときついんじゃないかなと、そこはセンス上げていきましょう。このタイミングで自分変えていきましょうよ。だから変えないと本当に、まあ変える変えないはあなたの自由なんでね、別にいいんですけど、僕は変え続けますよ。僕はやり続けるし変え続けるし、そう髪の毛の数も変え続かっても、もう変わってるわけですよ。はあ、何やってんすかね青空の下、青空の人、俺は何やってんだろう39歳、何を独り言した。これね、あの動画見てる人はね、まあここまで聞いてる人はかなり通だと思うんですけど、これね今ね一人でね独り言をねずっと1時間喋ってるんですよ。傍から見たら何やってんだみたいな話ですね。何やってんだろうな独り言1時間ってやばないですよ、頭狂ってますね何やってんだか、まあ人生ってのは何があるか分かんないですね。でも僕がこれ求めてた理想の、僕がねまだ続くんかと、いやいっぱい出てきますからそんな。僕がやっぱね一番憧れたのはあのソーラー団吉くんなんですよ。鉄腕ダッシュという番組のソーラー団吉くんを中学校ぐらいに見た時に、こんなのが仕事なのかと。まあその時ネットも、そんなネットビジネスとか全く何も分かんないです。中学校の時だからパソコンもないし、あれもないそういうのないし、ただそのテレビでねそのソーラーパネルを作って、その軽にねソーラーカーのパネル貼ってね、ソーラー団吉くんなんですよ。これ調べてください、ソーラー団吉くん出てきますから。でそれを TOKIO のグループが作ってね、ゼロが作って、でそのソーラー団吉くんで日本をこう回っていくんですよ。でそういう企画なんですけど、これめちゃくちゃええやんと、これ遊びが仕事になっとるやんと、いやこんな仕事があるのかと、これで飯食えるのかと、僕は憧れてたわけですよ。だけど今はそれがまあ実際にねできるようになったってことですよね。スマホ1個あれば動画撮れるし、まあ僕もね今年ねまた鹿児島から宗谷岬まで行きますから、北海道の。3年前コロナが出る前に、3年前ぐらいに僕は鹿児島から宗谷岬行ったんですよ、車でGTR でね。めちゃくちゃ良かった。GTR でね、青森の大間からフェリーに乗っけて、まあ、北海道上陸したんですけど、その大間付近の大間に行くあたりの峠とか下道もめちゃめちゃ楽しかったし、北海道のあれもすごい、北海道のあの雄大な、もうこれ日本かというぐらいのでかい道で颯爽と GTR でバーンみたいな。めちゃくちゃ楽しかった。そうで今回はもう GTR 僕売っちゃいましたんで、この Z4 でね、 Z4 のオープンカーで北海道を颯爽としながら、動画を撮りながら、セールスしながら、そう、その3年前か4年前もそのなんだ宗谷岬からセールスしてましたから、そう宗谷岬からセールスしてました。だからどこでもできますから本当に。いやまたねちょっと楽しみですね今年の夏は。まあさすがにもう動いていいんじゃない、まあ今年のゴールデンウィークはどこも緊急事態も何にもなかったじゃないですか、さすがにもう動いていいかなっていう。そう、まあ、でしかもまあ今年僕30代最後なんで、そう30代のうちに GTR で鹿児島から北海道の最北端宗谷岬行くっていうのを経験して、また30代最後、39歳最後 Z4 でオープンカーで今度は鹿児島から宗谷岬目指すと、いいじゃないですか。いい。でこれができるのも
やっぱりこの情報ビジネス、情報発信してね、こうコンテンツ売るとかやってるからできるんですよ。場所を選ばない。だから宗谷岬ね、あの北海道の最北端の宗谷岬にですよ、道の駅、あそこに Wi-Fi があったんです。あそこにもネットがあるんです。どうなんですか今のご時代ね。ナイスです。フィニッシュですよ。いや映画監督もよかったな。映画監督よかったな。あ、全裸監督か。全裸監督めちゃくちゃよ。全裸監督3も本当にやってほしい。全裸監督めちゃくちゃ面白かったな。3も本当にやってほしいですね。いや本当に3やってほしい。全裸監督に久しぶりに僕はね、結構まあ、ネットフリックス契約してなくて見れなかったんですけど、まあ、今年か僕ネットフリックス契約したんですけど、いやね、もう全裸監督ねリピートしてみましたからね。めちゃくちゃ面白かった。いやそれもね、それも自由だからいけるんです。そう、皆様がこう一生懸命こうお仕事してる中、僕は全裸監督を見ながら優雅にね、面白いなと。でも全裸監督を見たと思ったら、その全裸監督を見た感想みたいな動画もね発信したりとかね、まあここで使ったりとかいろいろできるわけです。いや本当ねいいっすね。そう、だ映画レビューとかもね、映画好きの人で映画レビューとかもいいと思いますよ。まあすげえしてる人もいますけども、まあそういう情報発信できるわけじゃないですか、映画見た感想を言うっていう。情報発信マジ最強だと思いますけどね。はい、もうこの辺で僕もちょっと喉がね、ちょっと飲み物持ってこなかったんで喉がちょっと枯れてきたんで、そろそろもう言いましょうか。まあでも最後ですからね、ドリアカアドバンスコース値上げ前のご案内が、僕もあの全力でぼやきました。今日全力でぼやきましたよ。天気がいい。では、あ、裏メルマガとまだ、あ、もう登録してますよね。さすがにここまで見てる人、裏メルマガ登録してないってことはないんじゃないでしょうか。そう。ナイスです。大丈夫。今日登録しましょう。はい。今日から販売開始ですから。販売開始というか、入学願書の受付開始ですね。だから決済はもうちょっと先なんで、願書提出です。はい、決済じゃないです。ね、この3日間の間に、決済をしろ、お金を払えというわけではございません。この3日間のうちであなたのやる気、それを願書として提出するだけになります。その後またじっくりこってり、じっくりねっちょりとしっかりと悩んでいただいて、あとは入るか入らないか決めていただければいいんです。ただし時間は戻らない、時間は戻らない。ちょっとあの全裸監督もう一回見て、ちょっとあれもちょっとインスパイアしようかな。あのね、西村監督のいいんですよ、あの感じが、あれ好きなんですよ。で英語教材の、ね、セールスマンだったんですけどね、なんかいいんですよあれ。